さあ、スプラトゥーンやっていきましょう。レイワートゥーンですね。はい。で、ガチアサリが、こう、バッキバキなんですけど、というのもね、確か、アサリはどうにも苦手で、X になる直前にゲージ割ってしまって、9から4に落ちてそのままなんですよね。そういう意味では、じわ上がりはしてるんですけど、いい加減ちょっと、生放送とかやってると、めちゃくちゃ落ちてんじゃんって言われるんですよね、毎回。むしろ上がってるんじゃが、うん、あまりにも放置しすぎてるので、上げようという感じですね。はい。というわけで、ガチに持ち込むとしては、滞在武器と言われてる、もみじちゃん、片手に頑張りますと。はい。まあ、私的にはもみじ悪くはないんで、ただちょっと別ゲーの操作、エンドオブエタニティっていうゲームをちょっとやった結果、カメラ操作多分逆なんじゃねえかな、あれ。なのでちょっとやりづらさが上がってるんですが、そこはご了承ください。ちょっと久しぶりにドハマりしてみてね。その裏から何かよからぬことを企んでいる。あー、投げられない、止まらない。でですね、今回もしかしたら音の聞こえ方が少し違うかもしれません。というのもですね、USB の、マイク端子かなんかがぶっ壊れたみたいで、ぶっ壊れっす。うん。YouTube のサムネに使いましょうか。ぶっ壊れみたいな。何を今度は、このね、投稿者壊したんやろうなと思ったらマイクが壊れたという切実な悩みだったわけですけど。はい。ただぶっ壊れってなぁ、ぶっ壊れサムネはね、冗談でもね、ニコニコでは不評なんだよ。まあ、いっか。まあ、ええよ。まあ、ええよ。よし。で、今、マイクの端子に直挿しでやっとるんで、いつもよりもノイズ軽減が、ガバガバなんですよ。緩めなんですよ。逆にこれいつもとあんま変わんねえなってなったら、この私の音のノイズ軽減設備、うん、およそ1万円全く意味がなかったことになるので、それはそれで悲しいんですよね。大いに今回は音の調子が悪くなってほしいというわけでも、あるわけだ。複雑です。一旦ここで回収して、にしても久々に座ってるんだから、うん、ちょっと不安になるね。ていうか、お前はなんで久しぶりにガチできるんだってよく言われるんだけどね。心底腕前もうどうでもよくなったら意外とそんなもんよ。あれ場所変わってね。あぶね、変わってるけど、まあなんとか場所変わってるよね。これ前そこだったよね。今スプリンクラーの置いてあるところ変わったのか。へえ、ふーん。へえ、まあ今のところいい感じです。今のところいい感じっていうのは、この後何かがあってもいいような、控えめな表現をしているわけで。よし。久しぶりの試合だから、ぼっつりたくねえんだよな。大先輩だったら、ぼっつらなきゃいけねえんだよな。大人の事情ってやつ。ほらよ。で、あー、そっちから来やがった。こうしたくねえ。どっから投げてんの？こっちから来ちゃったよ。わしだけ？わしだけ？わし、わし。どこどこどこ？ああ、もう、なんだ、もう来てるし、もう無理無理、もう無理こ、もう無理こ、助けてこ。ギリギリ、ギリギリなんとかなったか？ダーマ、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 オッケー。よっ、助けて。もう一人いるんだよ、ボールドがいる。あ、今度向こうがやられてるね。チャンスだね。頑張ります、頑張ります。こっからだから、こっからだから。にしても、この実況を始めた時のパソコンって、結構ね、実は長生きでして、ずっと使ってるのよね。こっちのパソコンもそろそろ買い替え時かもしれないんですが、私ね、大きな買い物するとね、なんか、その後それ使わなくなるジレンマがありまして、例えば、そうですね、どんなのがいいだろう。気合入れていいコピー機買ったら、そもそも印刷することが基本的になくなってしまった？それこそなんか年末セールとかで1万円とかで十分だよ。うん。美しく印刷してやるぜって思ったら、そんなにそもそも印刷しなくていいなって思ったり。で、あと、そうだな、他に何かもっと代表的な例があったような気がする。まあ、人生そんなもんです。だから、パソコン買い替えたら、私、ね、実況動画を一瞬の都合で離れますとかいう可能性、マジであるので、なんだろうな、そういう星の下で生きてるから、そこは理由に関してはよくわかんないんだけど。まあでも今まで大きな買い物してくると、いつもそんな感じだった。正直ナイス玉飛んできてるの見えてなかった。うまく隠れたな。
まああれだろう。ただマイク端子潰れるなんていう壊れ、まあ USB 端子はもともと調子悪かったんですけど、まあ、この感じだと多分早々にそろそろ変えないとね。パソコンっていざ変わったらすごい不便じゃないです。え、お前何やってんだ。あぶねえべ、雨雨雨、こっち押さえないと。怖えな、キャンプいんのかよ。そこにいた転生ロボムナイスを送って場所一割りしても私は特に今問題ない。ここ押さえて、絶対向こうとしては絶対入れたいからこっちに来るだろう。でももうアサリが作れてないんじゃない。 OK 勝ちました、 SM 勝利です。 OK、 ほぼほぼ雑談してただけじゃん。うん。というのも、事情説明すること多くてな。要するにパソコン壊れ、パソコンがぶっ壊れでやばいです。はい。そういえばゲームキューブとかもそうだよな。ゲームキューブも、新品買った、これは特殊なんだけど、ゲームキューブは気合いで新品買ったら即ぶっ壊れたっていう。確かそんなんだっけか。なんかろくでもなかった記憶あるよ。でも中古は意地でも買いたくない事件な。ゲーム機本体とかの中古の中にはね、なんか程よくあったかいので、その虫とかが生息してる可能性があるわけですよ。せっかくねその辺だけは徹底してるので、自らウェルカムすることはないじゃないですか。うん。でもゲームキューブって未だにそこそこ需要あんのかな。 Wii で遊べたっけ。 Wii で遊べましたっけ。私今持ってるの Wii U、Wii U ゲームキューブなんで、詳しくは覚えてないんですけど、ゲームキューブって案外リメイクされないゲーム多いので、そういう意味では、未だにちょくちょくこう、例えばルイージマンションの初期とかピクミンとか、まあその辺は Wii でリメイクされたか。ルイージマンションは DS で、うん。な感じなので、結構需要ありそう。最初の頃のゲーム。なんかね、ゲームキューブのゲームが一番私的にはちょっと高級感を感じたというか、当時まだゲームに馴染みがなかった時期でね。うん。そう、ゲームキューブを持ってるだけで、なんかこいつはすげえやつなんだなって思ってた当時。あとプレステ2とかやばかった。プレステ2持ってるやつはブルジュアの貴族階級だと思ってたんで。うん。こいつは札束で自分仰ぎますわみたいな。夏は札束片手にゲームやってんだろうなと思ってました。懐かしいね。ゲームも変わったもんだよ。ドラえもんあたりでよく出てくる僕の考える最強の22世紀とかにはさすがに届いてないんでしょうけど、うん、あれは欲張りすぎなんだろうな、イメージ像が。悪いね。あー、なんで一発も当たらないのかな。まあいいや、大きいの出たのでおそらく無罪でしょう。で、スプラトゥーンはね、今野球フェスやってるらしいですね。野球フェス、ここら辺の話題は次回に使おうか。うん、次回の動画のネタにできるだろう。どうにもね、昔の動画に比べて私は最近動画作るのすげえ下手になったと思う。なんか丸々それだけで動画作れるね、ネタの材料になるのにうまく活用できてない感じするので。今みたいに無駄に消化することはないよ。先週も同じ話しましたよってなっちゃうからな。先週というか前回。めっちゃ鼻かゆい。かいてる場合じゃねえんだよ。うん、ちょうど今ちょっと一息つくタイミングではあったんだけど。これきついね。それはいかん。どうしよっかな、この状況。また来てるよ。よ、いい夢見れたか？あばよ。よし。やってっか。雨。よし！オッケー。こうやってこっそり運ぶときってなぜか無言になっちゃう。意味ないのにね。おっと？
モミジで全部一人やんのは無謀だろ。よしよし、ナイスナイスナイス。私のロボムは刺さってない。刺さった。うわ、誰だよ邪魔したやつ。そ、あれ雨降ってた。やべえ。そう、雨でも気づかず、そう、強がって短パン履いてね、もう全然冷たくねえなみたいな、むしろ雨うめえしとか言っちゃうタイプなんだよ実はな。やんちゃしてたんだよ。うん、どうしたもんかなこれ。こっちの方も様子見ておいた方がいいです。こっちが今負けてんすよ。ほい、うわ、全然。うお、ロボム頑張って、無理か、いけるいける、お前ならやれる。あと1分しかねえんだよな、どうするか。塗り状況はね、こっちが今勝ってるのでいけそうなんだけど、あれ投げたってことはあの人結構あさり持ってんだよな多分。うわ、あー捕まった。やべえ、また落ちた。あー、これ来たな。もうこれはさすがにきついのではないだろうか。ないだろうか。どうしようかな。無駄死には良くないですから。すーげえ来る。まだいるの。あそこ粘りすぎでしょ。帰りやがった。届かねえだろさすがに。いやーちょっと拾っちまったか。あ、私じゃねえわこれ。最後の逆転のチャンスはあるので。おっしゃ、来た来た来た。これあるで、あるで、まだあるで。雨いってえな。おい、ここで雨降らしてんだよ私が。こんなのスプラトゥーンの動画がっつり作ってた時でもなかなか作れない見事な逆転動画だったぜ。やったな。諦めねえもんだな。ほら、このスコア欄で一番下だから負けた時超気まずいのよな。ビシッていきそうだし。うん、まあこのゲージ結局割れてね、リセットされそうではありますが、ベストは尽くしたよな。ところでこのギア構成なんだ。まあいいや、まあいいや、終わります。